東京国立博物館所蔵。村正以前、通称戦士村正は、伊勢国桑名で活躍した投稿。戦士派の祖、及びその名跡その作になる、日本刀の名。同盟で6代以上あり、中でも、江門城村正に、活躍と、藤原阿蘇村正に、活躍が、最大の名工だが、名跡そのものは少なくとも、漢文八年まで存続した。 史上最も有名な東稿名の一つ。その作は、武器としての日本刀の代名詞で、残味寺絶無比と名高く、聖郷で知られる、三河武士を中心に、将軍、徳川家康、関白、豊臣秀次ら天下人を含む、戦国時代の武将から、史上の技物として愛用された。さらに、刀剣美術としても、南北朝後の室町、 戦国時代を代表する巨匠で、覇気を放つ鋭い作風で知られ、芸術品としての村政を勝備した、収集家に伊藤博文などがいる。技法としては、刀鍛冶の本流五家伝の一つ美の伝を基礎に、山城伝、島田派、末総集等の技を取り入れて、独自の作域に達し、波紋を表裏揃える村政人などの様式を広めた。また、江戸時代以降は、 妖刀伝説の風評が人口に解釈して被害を受けたが、倒幕の象徴として西郷隆盛ら死士に愛用され、一方で歌舞伎、浮世絵をはじめとする創作物で村政が題材の傑作も生まれた。桑名市管学寺近辺に村政が住居を構えていた。伝説上では初代村政生誕と戦士名の発祥に関わりがあるとも言われる。 桑名ナ物仏下人村政の一族の母大寺だったという説がある。村政は、政宗らと併称されるほど、一般に、最も知名度の高い刀工の一人である。初代以降は、名跡として六代以上は続いていた。村政の刀が、最も称賛されるのは、その凄まじい切れ味で、本拠地が伊勢と、地理的にも近い盛況な三河武士を中心に、 徳川家康や豊臣秀治などの天下人を含めた大名閣やその重臣、指弟などの上級武士に戦場で愛用された勇品である。実戦闘としては当時最も高級に評価されたものの一つだった。正宗が天下の名刀なら村正は天下の技物と言える。江戸時代に生じた妖刀伝説のみによって有名になったと誤解されることもあるが、 実際は、戦国時代の間に、すでに東大最高の東高明石としての名声を確立していた。とりわけ、大英、天文の大の村正は、藤原阿尊、村正を称したが、この阿尊の名乗り方から彼が語位の理解を得ていたこと、つまり、貴族に助釈されていたことがわかる。比較として、赤波の筆頭、泉守兼聖や、日本単野草匠、 伊が守る金道ですら、その受領名は六位相当に過ぎない。五位相当の官職を持つ東稿は他に、四代、勝光や初代大道などがいるが、右京領将校は、将軍、足利義直から、陸奥守大道は、織田信長から庇護を受けるなど、いずれも当時の天下を握る武士とつながりがあった。それに対し、商業都市桑名に住みながらも貴族に列せられた、村政が、 当時いかに破格、別格の存在だったかが見て取れる。極論集写しでは、初心より正宗と見るほどなるがありとあり、妖刀伝説の発生以前から正宗と比較されるほど巧妙であった。怪しい魅力のある刀という意味での妖刀表は、嘘ではなく、その破棄を感じさせる外観が、妖刀伝説に説得力を与えたのではないかとも、される。村正の作は、 美術品としても、南北朝時代後の室町時代を代表する作品の一つと評されている。美術品としての村政を愛した人物として、裁判年の伊藤博文などがいる。末子陶器の刀は一般に没個性的なものが多いが、村政は特殊なケースで、個性的な特徴がいくつもあって、異彩を放ち、刀剣の勉強会で行われる入札鑑定でも、 比較的容易な部類である。全体として、反りが浅く肉付きが薄く、鋭さを感じさせる形状になっている。波紋は、の垂れや、後の、目乱れが多く、乱れの谷部が刃先に迫り、これらも凄みを感じさせる。また波紋が表裏揃う場合が多い。ただし、これらの波紋の傾向にあるというだけで、他の形式もある。茎は、 タナゴバ腹に分類され、魚のタナゴのお腹のように茎先へ急に狭くなっていく形だが、村政は、それが顕著なので特に、村政系とも言う。また、台ごとに、名の、村と、生に変わった書体を用い、特に、生児は、弟子も使用するので、名を見れば、台や、指定関係を、ある程度随量することができる。また、創作の影響か、 村政といえば、内刀の印象が強いが、実際は、担当以下の刀や寸のべ担当をより多く打った。その他、村政一派の槍は、戦国時代の瞑想の中でも、金棒派を超える随一の絶品である。屋根単屋として活動していたこともあるらしく、村正明の屋根の原に品がある。一方、村政の立は神社への奉納用しか原存せず、なぎなたは、 専門家の間でも未見である。村正は、後世の噂では、その人となり乱心と抽象される。だが、実在の村正は、人が行き交う自由貿易都市、重学のつくわなを本拠地に選び、交友関係が広く研究熱心で、他派の投稿との合作等を何振りも作っている。加えて、妙法。 村正をはじめ神仏の加護を祈った傑作が多くあり、市内の各神社には戦士派による鬼神島も残り、敬虔な人柄を思わせる仏像が多い。初代、村正の生誕地は諸説あり、古伝では、美の国籍もしくは赤坂といい、これら美の殿、特に末関物の陶工が活躍していた地で、刀鍛冶を修行したであろうことは、作風からも確かめられる。 初代をいつとするかも諸説あって、現存最古の年号名がある刀剣は、分岐元年だが、現存党のみから判断する、石井正久に、日本刀工名官は、この分岐元年の村正を初代とし、北勢氏との整合性を重視する、福永水剣、日本党大百科事典は、初代を1400年代前半、分岐元年の村正は、第三代とする。代々の村正の中では、 この分岐の大の村正と、時代の大英の村正が、最も評価が高い。美のでの修行を終えた後、伊勢国桑名に移った村正は、楠木正成着流原尊にして、後に、伊勢楠木氏、第二大当主となる五南町の重臣、楠木正成を弟子に迎えた。村正の一派と正成の一派は共に、伊勢最大の流派である戦士派を形成した。正成は、 村正の門人では最も死に迫る力量を持ち、策によっては死を凌駕することすらあるという名工である。村正と正重どちらの名跡も少なくとも17世紀後半まで続くが、新闘期には死刑の村正に代わって、正重の流派が選手派主座を占めていた。正重に次ぐ選手派の皇帝が昇進で、堺中治の猪ノシシや本田忠勝の、 かげろうぎれなどを制作している。村正は、徳川家や人々にたたる、妖刀伝説の風説でも広く知られる。商法年間以降ごろの、三河跡風土記等を契気に伝説が発生し、1700年代後半までには、江戸で一般に普及。幕末には、西郷隆盛らに愛用されるなど、倒幕運動の象徴ともされるようになり、同時に、歌舞伎や、 浮世絵での名作を生み出すことになった。伊勢国は演技式で毎年立刀二重ぶりを献上する規定になっており、平安時代中期には投稿が多くいたと考えられるが、実際に勢い集の投稿で刀剣史上に初めて名を表すのは室町後期、桑名重村政である。関目録、桑名市などでは初代村政は農州関の出身とされる。 実際、波紋に、赤伝の影響が濃厚なのは、多くの古典書で指摘されており、また、表に、亀長と裏に、お関村ただしと切ってある脇差しがあることから、説得力がある。ジョテビキ賞では、初代村正を農州、赤坂左平県村の子であるとするが、福永水県はこれを、村の字が共通するから生まれた説だとしている。一方、戦士を、千術。 観音のことする桑名郷土の伝承では、身の出身ではなく、元から伊勢桑名出身となる。年号の名がある、現存最古の村政は文紀元年のものであるが、実際はその時代よりやや古い作風を示すものもある。年号を切ったものは多くはないが、文紀から慶長にはかけては、継続的に名が見られ、おおよそこの時期は、村政の確かな活動期であると考えられる。 中には、漢文の名を切ったものもあるという。佐藤観山は、初代村政を、円徳、明王から栄章にかけて活躍したとし、栄章十年の名がある、明法、村政は、初代の晩年の作だという。また、二代村政は、天文初期から作刀を、開始、三代村政は天章から、という。一方、福永水賢は、 全球案くすのき系図との整合性を重視して、初代村政は、象徴頃の人、前述の分岐元年の村政を作ったのは三代、村政であるとする。1934年の伊勢新聞の記事は、水谷長之助という人が、仏下人の母域で、戦士新江門という人物の墓が、途中に埋もれているのを発見し、そこには、 戦士挿入前縄文女王4を追い出し正月16日と記されていたという事件を報じている。その記事によると、もともと陰音明大の戒名が刻まれた初代、村正の墓など、村正一族の墓が仏原院にあったのだが、100年ほど前に村正の家が断絶して無縁仏になってしまったので、明治30年頃に、 防有力者が土地を譲り受けて墓をほぼ撤去してしまったのだという。この記事が正しければ、村政の子孫が、戦士というせいで、1830年ぐらいまでは、存在していたことになる。また、前期の事件とは別に、明治末期の桑名に、村政子孫を称する戦士屋が現れて、戦士屋初代は、中愛天皇の御代の非善唐津島住人の戦、死生へで、 戦士村正は正さから数えて19代目である、などという高等無形な話を主張していた。通称は戦士。戦士は、刀剣書でも、一般の辞書でも、戦後と読み、三河物語にも、戦後の刀にてという一文がある。ただし、古剣書には、戦後とするものもあり、現代にも桑名に数件残るという戦士性は、戦後と発音するようだという。 戦士は、伊勢の戦士村という地名によったものとするのが、通説だが、現在、桑名とその周辺に戦士という地名はなく、神義不明である。桑名の郷土史では、戦士は、初代、村政の母が、戦手観音に祈って授かった、子であるからとされ、その戦士観音像は一説に、現在の桑名士観学寺にあるものであるという。 江戸時代の妖刀伝説の煽りで現在残る、村正には名を潰された者が多々あり、村を決して一字を加えて、正宗や正家などとしたもの、二字とも削り取られて、宝誠ととされたものなどがある。村正には、藤正と名がある者が三口現存する。これも、妖刀伝説のせいで名を潰された者の一つとも言われてきたが、見分すると、実際には、 はじめから、藤正と、名が打たれており、一説には、村イコール紫色イコール、藤の花の色とされて打ったものではないかという。また、藤正は、初代、村正の子家弟子という説もある。市政は、藤原村を称したと見られ、桑名奏者法の後に、勢い集桑名群増田省、藤原阿蘇村小作天文12点、規模5月日とある。また、 分岐頃の村政に、衛門城を名乗った者がいたこと、その後の世代の村政に、清門城と称した者がいたことは、名から確かめられる。初代、村政の改名は、古くから、名代とする説があったが、これは前期の、伊勢新聞にある、陰音名代だったという証言と一致する。その他、初代、村正の本性は、青江とする説、幼名は、小三郎とする説。 通称は、彦四郎とする説、あるいは、正ョウとする説、などいろいろあるが、どれも疑わしい。邸宅の場所については、勢い衆クワナ重東方村政と切った刀があり、また、桑名ナ奏法能刀には、勢い衆クワ郡軍増田ス藤原阿蘇村小作天文12点、規模5月日とある。また、漢学寺周辺走山の幕末には、 庄屋の屋敷となり、明治後半には、清水初次郎という人の覇者屋があった場所にも、村正の邸宅があったという説があり、他に、走り、山下の踏切横に、高下三年建流の石道楼と村正拓司という、皇妃がある。変わったところでは、茂福村居住という説があるが、これが仮に正しかったとしても、北勢四十八や朝倉市の招きで一時的に、 中土していただけであろう。栄翔十年頃の大の村政が、日練州の経験なシュートであったことは、表に、北家行の題目を切った、いわゆる、妙法、村政を作刀していること、その裏に切った年も、日練入滅と同じ十月十三日としている、ことからわかる。他の大については、前述したように、初代、村政の出生を、 新言宗漢学寺に結びつける伝説や、村正一族の菩提寺を、天台宗仏芸院とする証言がある。また、桑名市新館神社の事故だったという説もある。前述した通り、初代村正は、美濃関出身とする古伝と美濃赤坂出身とする古伝がある。関は当然のこと、赤坂も、孫六金本ら関物の刀工が在住していた地で、ある。 村政の波紋には、関伝の影響が濃いことが昔からよく知られていて、さらに表、金長裏、お関村正の名の刀があるなど、松関とのつながりは相当に強いと考えられる。この金長と村政の合作等は、村政が関の金長を訪ねて打ったもので、地鉄、茎、やすり目などほぼ、関風、波紋だけが、村正風という作品になっている。 また、村政の、聖の字は、坂倉関の一派と告示し、関係があると言われている。小笠原忍は、村政は、泉守金貞と、技術的交流があったのではないか、としている。泉守金貞の側が、村政の弟子だったとする説もある。また、平安城長吉にも支持したとする説がある。 京の長吉は県務から上和にかけて、六角京国中菅原長吉と名を切った闘魂を初代とし、二代以降は、平安城長吉と切り、三条、吉則の子が、英章頃に五代長吉を、襲名、京から、たびたび出向して、奈良、三河、伊勢に忠土したことがある。小木藩鍋島氏に伝わる妙法、村政の栗から彫刻は、 長吉の一派を彷彿とさせる、優れた出来栄えであり、佐藤観山はここからそういう説が生じたのであろうと考えている。ジョテビキショウは長吉が村政に支持したとするが、福永水賢は事実は、その逆で、村政の側が五代長吉に支持したのであろうという。日本刀剣博物技術研究財団は、村政の一派と長吉の一派には、 継続的な技術交流があり、ある代の長吉に初代村正が支持し、その後、二代村正に別の代の長吉が支持したのだとしている。広くルフした説として、初代村正は、総集五郎入道、正宗の門人であったとする伝説が、室町時代末期からすでにあり、講談を通して一般に信じられるに至ったが、あまりに年代に開きがありすぎて、 事実とは考えられず、完全な創作である。また、仮に、村正が政宗に指示していたとしたら、死の、政治を、名前の下に置くのは、延期の慣例からして、侮辱にあたり、到底あり得ないことである。村正に、特徴的な棚子ラと呼ばれる茎は、総集伝にも多く見られるもので、そこから伝説が作られた可能性はある。村正の皇帝で、 伊勢戦士派の代表とされる投稿に、正重がいる。正重の作風は、村正と似ており、刀は少なく、脇差しを多く打ち、政治も村正風の相対だが、村正より、身幅が広く、波紋は刃先に駆け出したものがあまりなく、荷枝が足りないなどの違いがある。刀名、正重担当、名、正重田戸山権や 立命勢修桑名藤原千氏生へ、漢文元年十二月及び、同二年正月として3.4口が、三重県指定有形文化財に指定されている。刀名正重は、松代藩真田家伝来の刀だという。桑名奏者法納品の二口は、漢文元年十二月から二年一月と江戸時代の、作刀で、この時期の千氏派の作刀は少ないが、これらの刀剣は、 年号と居住地が切ってあって、正茂の基準作例として、三重県工芸市場で重要である。正茂は一説に、初代、村正の弟であったとか、三代、村正の子あるいは弟子であったなどとも言う。藤田誠一が、信憑性を高く評価したという楠木氏の経図。全球案楠木経図は、三代正茂の養子である正光の子孫の家系図である。 これによれば、初代正重は、楠木正明の子であり、現在の亀山市赤町近城に今日構え、村正の弟子となって、交渉2年2月に54歳で死去したというのものかは不明だが、ある人物が火事場を構えた場所の遺構が実際に亀山市赤町近城に現存し、2011年現在になっても、鉄紙や路壁が収集されている。二代正重も、 同様に、村正の弟子となり、長京2年1月に62歳で死去、子に、三代正重と、初代昇進がいた。三代正重は姓を川又に変えて、川又正重を名乗り、大英5年6月に77歳で死去、実施に四代正、正重養子に、正光がいた。四代正重は、文明13年生、はじめ桑名の戦士村に住んでいたが、 後に、いとこの投稿である、ウ売人優生生が住む、ウリニンに移った。全球案くのき形図は、三しろ重の養子の系図であるから、本家、正重の五代目以降の生没年は不明である。正重の抜流は、桑名城三の丸西隣の江戸町に居住して、小刀や、カミソリなどを製造していたらしい。同時期に、河内国マムタ軍、 出口正重という投稿がいて、新古島大観、大日本刀剣信仰などは、聖の書体や作風から見て、これを戦士聖へと同一人物とするが、藤田聖一は論を一歩進めて、河内は、正重の先祖クスノキ氏発祥の地であるから、そこに中津父を置いたのであり、出口は旗に近く、また、正重生誕の地混合山を眺めることができるのも、理由であろう。 と述べている。また、正主の、生の字体も、死、村正にだけではなく、正主家、正幸、正則らの筆跡にも似ているようにも思える、と述べている。初代正主には、楠木正尻と、楠木正武という弟がいたが、南朝武将として討ち死にしている。正武長男の正富正五郎の次男である正光が、 ミシロ・マサシゲの養子になって、武将としての伊勢クスノキ氏を継ぎ、その、マサミツの孫が、北畑具教家臣クスノキ・である。西愚公営を自称する有力家系がいくつかあり、アラビア石油創業者、山下太郎が、クスノキ・タ政を称し、クスノキ同族会初代会長を務めたほか、明治天皇が、内宮参拝の折に邸宅を訪問するほどの、 大豪族であった、伊勢高く氏も西武の子孫であるという。伊勢戦士派のもう一人の代表的人物が、昇進である。堺井中二の愛悼で七男の松平神三郎の家系に伝わる猪獅切れは、戦士昇進の策である。若かりし、頃の家康が友を連れて、狩りに出た時、忠二が、この戦士昇進で猪獅を切ったので、茎に、 諸説の金像岩を入れたのだという。その他、刀名昇進一振りが、三重県有形文化財となっている。全球案楠スノ系図によれば、選手派の初代昇進は、楠スノ正成の子孫であり、父は二代正成で、子に二代昇進と、売り人優生生がいる。昇進という投稿は、伊勢選手派の昇進と、世代的にも、地理的にも近いところで、他に、 大和金房派の昇進と三河文樹派の昇進の二人がおり、この三者のうちのそれぞれの組み合わせについて、同一人物説があって、かなり混迷している。本田忠勝の愛やりかげるおぎれは、名に、藤原忠し新作とあるが、どの昇進なのかはっきりしない。この、藤原昇進についても、戦士昇進という説、三河文殊昇進という説、 そもそも伊勢戦士派と三河文獣派で同一人物で、あるという説、別人ではあるが両者とも、藤原昇進の命を切ったことがあるという説がある。福永水健は、古賢書にある、英章12年3月日、大礼6年8月12日の命を切った、藤原昇進は戦士昇進だが、影楼切れの藤原昇進は、田原藩の田中昇進ではないか、としている。 江戸時代、三河田原藩の祖宝家で、酒造業の地に、薬修業を営んでいた田中氏は、三河文樹昇進の光栄を称していた。田中氏の家系図によると、山と手書き派の方吉が田原に移住してきた時、男児がなかったので弟子の田中久兵衛昇進を、長女の婿としたが、この田中昇進こそが、三河文樹昇進であるという。少年は、 本田忠勝と同じ天文17年、没年は、慶長16年8月22日である。田中昌信が活動していた頃の田原城代は、忠勝と同じ三河・本田ダ市の本田博ヒであり、福永水県は、忠勝が高校を通じて、田中昌信に影呂を切れを作らせた可能性は、十分にあるとしている。田中昇信の墓は、2018年現在も愛知県。 田原市田原町に津坂に現存する。田中昇進の子では、いつおの九兵衛の実が投稿となりとだ忠政の天草天保に従って天草に移住した。小笠原忍は、三河文樹昇進も、また地域、作風、年代からして村政と、技術的交流があったとしている。三品広志坊は、三品派の投稿で、義秋祭、または、義免祭とも合詞。 三重県桑名市で活躍した。古藤宇津市の名人として名高く、その村正宇津市は新作に迫る。伝承では、正宗重鉄の一人、静三郎剣士の末裔つまり、剣士の九大孫を称したのが、織田信長の丹野氏だった、剣道で、その末裔の九大大道の弟が、三品博道、そして、広道の長男が工房である。 工房は由緒正しい血筋を引き、本来は相当の腕前を持つ投稿だったが、幕末の刀剣需要に押されて、一時期、末備前を中心に、偽名の古刀の数打ち物を打ち、これらの元作は、桑名田と呼ばれていた。桑名田は工房と弟の広道が、明治2年頃まで打っていたという。岩作ではあるが、名工工房は技量を惜しみなく注いだようで、日本刀鑑定家、 大村国太郎の証言によると、ク名ナダは実用性という点ではむしろことのオリジナルを超えていることもあり、実によく切れることで評判で、大村は本物以上の偽物という世にも不思議なものと評している。元作ではなく、本名の工房を名乗って村政写しを作ったものもある。代々の村政の中でも特に前世紀である。 大英記の村政の担当を模して打ったものである。これは世に数ある、村政写しの中でも最高傑作とされ、新作の村政にも劣らぬ、改新作で、もし、勢い集中、吉明蔡広志某片木の名のがなければ、健全主国の状態の最盛期の村政の作として、物議を醸したであろうほどの出来栄えだという。上記のような諸事情はあったが、工房が、 自分の命で打った刀や、その村正写しは、優れた作品として高い評価を受けている。工房自身が名工だったので、元元作手なのに逆に自分が元作を作られる立場でもあり、現代刀に工房の偽名を切った刀なども、現存する。配当例の後は、包丁やハサミ、仕込み杖などの製作を中心としていた。 1989年の頃は、桑名市加治町で工房の子孫が優れた刃物を生産していて、2017年時点も、同地で、広志望田刃物店として六大工房である、三品隆が包丁などを売っており、広房製の包丁は、地元桑名で代々愛用されているという。世技者、坂倉正俊は、正重の親族で弟子である。村重という弟子がいたが、 名を切った刀は、非常に少なく、三重県内にあるものでは、刀名村重の一振りしかない。他に、江戸時代初期に勝吉という投稿がいて、立ち名勢修句はな藤原勝吉が、三重県有形文化財、現馬8年5月の年が切ってある。山田浅上門、古今谷屋美港によれば、この勝吉は、村正の直接の弟子ではなく、正重の弟子。 その他ので死に、豊し高泉三河守勝み、るなどがいた。明治2年頃から明治43年頃まで、桑名で、村ら十八代大孫を自称する、勢い衆桑名十戦士正義なる人物が、作刀していた。本人は、自分で命を切れなかったので、桑名市大福の骨頭賞で、偽名を切るのも仕事にしていた。 山下宇三郎が、命を切っていたこともあるという。泉守金さは村政に指示して、秘伝を受け、その後にワンレ、乱れを焼くようになったという伝承がある。これ定めが、藤原都市圏という注文主のために、伊勢のあの大津で打った刀の押し形があるから、この時に、村政を訪れたことがある可能性はある。重要美術品、名法、村正村正人。 波紋が表裏揃うと、いくつかの典型的特徴が見て取れる茎。古い大の村政は一番程度のタナゴバ腹が多いが、時代が下ると五番のようなものも現れる。村政の、揚力でたたる刀としての妖刀伝説は完全な、創作だが、怪しい魅力のある刀という意味では、妖刀の論評は、必ずしも嘘ではなく、村政の特徴は、力強さと、 鋭さにあり、その覇気のせいで、妖刀伝説が発生したのではないか。一見して、鋭さが感じられる。この刀で切ってみたいと思うのは武士なら、当然、とうとうと言われる。また、出身地の美濃国の刀をベースに、複数の流派を取り入れた、独特の様式になっていて、こうした、新種性と独創性は、従学の都と言われ、武士よりも、 商人の力が強かった自由貿易港であった、桑名の寄附と立地を活かしたものとなっている。刀剣美術で、干渉の基礎となるのは、大敗、地鉄、波紋の三つだが、村政は、大敗と波紋で際立った特徴があるとされている。特に村政らしい特徴とされるのは、以下の要素で、干渉のポイントとなる。末古刀の村正の作風を記す。 種別は、原尊作では、担当や数延べ担当など短いものが、最も多い。担当、脇差し、内刀の他にも槍の名手でもあり、特に、稲垣義継は、戦国時代の瞑想の短矢氏といえば、一般に、宝蔵院流創術と結びつきがあった、山和国の金坊派とされるが、実際は、村政の槍は、金坊派より優れており、 天下三名草陰老切れの作者の藤原昇進とは、やはり、村正皇帝の戦士昇進のことではないか、と表している。また、屋根単屋として活動していたこともあるらしく、村正名の屋根が一点のみ現存している。一方、太刀や薙刀といった大型の武器については、太刀は神社への炎用しか現存せず、薙刀は、専門家の間でも未見である。 村正は、正宗と、全く時代が違う人物であるが、その作は、正宗ら鎌倉時代、南北朝時代の総集者と、一見よく似ている。しかし、高瀬右皇は、刀剣と、歴史第8号で総集者との以下の8つの違いを、指摘し、時代だけでなく作風上からも、村正の正宗で施設を否定し、むしろ石物に似ているとして、村正は、 石炭屋の剣村門下であるという説を補強した。村政には、目釘穴が二つある。村政の銘は、目釘口の少し上に切ることが多い。村政の鍛えは純然な痛めではなく、浅目の交わる特殊な鍛えで、総集の痛めとは違う。むしろ石物と似ている。茎の先が細くなるのも、総集物とは全く似ていない。村正の地鉄は至って整備で、 汚いところが一切ない。曹州の地鉄とは、決して同じではない。村政は、帽子が反り詰まる点、また弱い地鉄の傾向にある点、逃げが穏やかな点は、曹州ものと似ていない。東身彫刻、剣形は、曹州風というより、備前風で、軽物に見えるものもある。村政には、歯が駆け出すものがあって、乱れの先が、少し尖るような風情があり、 これは、赤伝と全く似ている。豊臣秀寺の愛刀を、一同七度、一の堂での部位の試し切りを七度成功させた。村政の武器としての性能は、古今無双とされ、とにかく一般に、刃味が良くて、利人を持って名高く、残味が抜群で、その切れ味の良さを買われ、三河武士の愛用するところとなった、比類ない大物切れで、禁制すべき筋合いの刀ではない。 村正の刀は一見してこの刀は切れるという、鋭さが先に迫ってくる。切ってみたいという衝動に駆られることは、昔の武士なら、当然どと言われる。村正には、この刀の前では人体などないも、同然という意味で、空也の語を銀象岩で施された脇差しがあり、村正の影響下にあったとされる投稿も、戦士昇進の堺忠次愛刀、諸説、 文殊昇進の本田忠勝哉やり、影起切れ、坂倉正敏の庭師自愛やり、岩戸やりなど、半ば伝説名た、鋭さによる語を持つ作品が多い。村正には、講義語様御用、山田浅上門の試し切りによるくらい列などはなく、これは、異列を発表した時にはすでに妖刀伝説が、広まっていて、幕府に遠慮したためと見られている。 しかし、妖刀伝説が広まる前の戦国時代には、関白、豊臣秀寺が自ら、試し切りを行い、一の銅の部位での銅対一刀両断の死算を7回、達成したことから、一道七度の切断名が施されている。一の銅とは、江戸時代後期では切りやすい溝落ちのあたりを刺すが、江戸時代前期までは、入刀のやや上、肋骨が多い箇所を刺したので、 難易度が高い部位だった。江戸時代を代表する、名香水、新古正秀の証言では、正秀や、弟子の作では、三都道ぐらいは、かなりたやすく切れるが、父割の部位では切れたり切れなかったりして、父割は、三都道よりも難易度が上なようである。また、幕末の幕府後部署頭取、久保田清音は、名高源、清丸を見出すなど作刀にも造形が深かったが、 止め軽井山の中で、備前おさ船金光より切れ味に優れた刀として、金本、栄昇助さ田村正の三つを挙げている。小泉久男海軍大佐は、日本刀の近代的研究で、九百三十二年の第一次上海事変での軍刀実用の成果の報告資料を載せている。これによると、実戦で刀を用いた四十人の意見のまとめとして、 新村田刀は、最初の一撃の切れ味は相当良いものの、耐久性がなく、切れ味がすぐに落ちる上に、曲がりやすいが、一方で、古来の製法で作られた、日本刀は、耐久性に優れていて、連続使用に耐えうるという。この中で、村政も報告されていて、使用されたのは二尺三寸五分の村政の内刀、反り五分、正式軍刀ごしらえ。 首より肩にかけて2回、腹部一つ2回の計4回使用され、切れ味予想以上、刀身の故障の項目も、運ぼれ一つなく、異常なしとなっている。やや伝説のような話では、本阿弥郷村の刀剣鑑定費は、第2版によれば、日露戦争直前に、松本という将校が、村政の刀で試し切りをしてもどうにも切れない、偽物かと思ったがそうでもない。 と不思議に思って、縮んで、刀剣研磨の名人、本闇林雅美に相談してみると、研ぎが悪くて、しのぎが低く丸くなっていた。そこで林雅美が、しのぎ高に研ぎ直すと、その村政は、本来の威力を取り戻して、松本坊が、戦場に出た時は、敵のロシア兵を、軍刀ごと切り裂いたというが、ヒカリソンの出版物は、 日露戦争から40年近くも経っていて、信憑性は不明。しかし、話の真偽そのものはともかく、研磨と官邸の名人であるヒカリソンが、村政の切れ味を高く評価していたことは読み取れる。また、投稿や研磨し官邸家が挙げるよく切れる刀の特徴は、村政に合致する。刀剣研究の大家、本間るさんは、 村政を刀剣美術史的にも室町時代の200年間を代表する投工の一人であると評価している。特に村政の覇気と鋭さを感じられる作風は多くの評論家に称賛されている。美術品としての村政を好んだ人物として伊藤博文は裁判年に刀剣愛好家になったが世に数ある名刀の中でも村政を好んで収集したことが知られている。 以下、専門家による美術的評価を上げる。大付けとは日本刀の標準に評価額のこと。鑑賞目的の骨刀品ではなく、兵器たる刀としては、村政は戦国時代で最高級のブランドの一つだった。古刀の中では、正宗などは無題とされる。それとは逆に、村政を含む末古刀器の刀は戦国時代では、 現代刀と見られ、当時としては安価な刀だった。しかし、泉守金貞は、そのような時代でも高価なことで有名で、後世では、千両、金貞と俗に知られている。これは、白髪三千条の類の大げさな誇張表現で、現実には、江戸初期では15両から20両程度だが、とはいえ泉守金貞が、同時代で軍を抜いて高額なことは、 間違いない。そして、村正は、最盛期の代で比べれば、その、泉守兼下だと同等かやや、上、すべての代を平均して比べると、泉守兼下だ故事により、下、という評価である。村正は、ジョテビキ州の慶長15年の奥書きがある写本で、すでに代付けを記されている。ここでは、村正、金本、吉助、総集広正、 三州長吉が金一枚、泉守金貞、宇田国胸、藤島が金二枚とされていて、村政は金貞らの半額となっている。注意すべき点は、泉守金貞個人とすべての代の村政を比べていることである。本間薫さんは、この代付を一応は、もっともっとしつつも、宇田国胸と藤島については初代らの評判が、 引き継がれているだけであって、村政と同時代で比べれば、村政と同じぐらいか、それに劣るし、泉守る金定についても、もし、村政の家作と比べるなら、同額が妥当だろう、としている。万治四年初判、元禄十五年祭刊の刀剣書古今名人大発刊では、村政、大金一枚ほど、死の平安城長吉も、同じく、大金一枚ほど、 これただし、代金一枚五両ほどとなっている。村政は、金貞だのに、三の代付と、若干低いが、女手引き州と同じく、村政は、すべての代の平均、金貞は二代目個人の比較となっている。当時、刀剣会では、戦乱の需要に応えて、数打ち物という安物の蘇生乱造品も世に、出回っていたが、村政は、数打ち物を打たなかったため、 一種の品質保障があった。村政の拡大ごとの評価の違いでは、藤代義雄が名工とその作を上から、最上作、上上作、上作、中上作、中作に分けたくらい列では、大英の村政が末古島最上作で最も高く、英商の村政は末古島上上作、工事の村政は末古島中上作である。年版。 刀剣洋欄の標準価格表では、文紀の頃の大の村政が500万円、大英450万円、天文350万円、天章200万円と、1530年を境に、評価額が低くなっている。比較として同じ末古刀の代表的投稿を見ると、右京領将校500万円、二代金皿450万、与蔵左衛門の城助皿450万円、 孫六件元四百万円、平安城、長吉四百万円である。文岐の大の村政と大英の大の村政については、泉守兼下だと同じか、それより、若干高額に評価されていることになる。絵門城、村政の大の村政作の内刀村政の作で最も有名なものの一つ。英章十年十月十三日作。 妙法蓮華行の題目や栗から彫刻が彫られ、作刀日は月日が日蓮入滅日と同一、絵文城村政の日蓮宗への深い経えを示す。佐賀藩初代藩主、鍋島勝茂の哀悼。昭和17年12月16日重要美術品認定。徳川美術館によれば、徳川家康は村政の愛好家の一人であり、 家康が村政を忌避したというのは、後世の創作である。事実、家康は、内刀と秋差しの二振りの村政を所蔵し、2017年時点でも、内刀は、尾張徳川家に伝わっている。なお、家康は、優れた、政治家なだけではなく、戦国時代切っての剣豪の一人でもあり、晩年には、県政、塚原牧伝の皇帝である。 松岡兵庫女乗り方から奥義、一の太刀を伝授されている。内刀の方は、刀、名村正、68.80センチメートル、反り1.80センチメートル、徳川美術館像カラー写真、特別企画展、村正、伊勢クワナの投稿、書斎。一度は潰し物となるはずだったのにそうはならず、廃棄しがたき優等と歌われ、 日本刀研究のタイトである、本間薫山も、出来面白しと評した、村政の傑作である。皆焼きと呼ばれる、波紋の形式で、焼き入れが、波全体に及び、文様が一面に乱れ飛ぶため、華やかな印象になる。皆焼き場は村政に極めて珍しく、他には、担当、軍地取りや担当、無国など数えるほどしか現存しない。村正のな焼きは特に、 匂い皆焼きに分類され、他に島田派や末席者、末総集が得意とし、実際村政はこれらの流派と交流があった。内刀の制作年代について、本間伊佐夫山の鑑定結果では分岐、または元気とされ、これは二人の職員が君さんから聞いたので、どちらかの職員が聞き間違いをしたもので、どちらが真実なのかは不明。小泉久雄は栄章とし、 稲垣義継は文紀元年の大の村政の前にも、一世代あって、王仁文明年間頃に、桑名に移住してきた、大の村政の作ではないかとする。脇差しの方は、尾張徳川屋第19代当主、徳川義地の第に徳川美術館を呼び、徳川生物学研究所の資金を得るために、大正十年十一月十七日に、尾張徳川屋三倉品、 第二回売り立てで売却された。その時の総図は、原文彦の論文に書斎。家康の遺産目録である、尾張徳川家本、駿府五分物、五道具帳駿府五分者のうち身物の内見たちおこし物脇差しおなぎなた、五槍町は406ぶりもの刀剣を記している。おこし物のとばりでは、村政は、内刀が、下おこし物99ぶりの78番目と、 脇差しが、下大脇差し二十一ぶりの十五番目に記載されていて、少なくとも二ぶりが、尾張徳川家に渡ったことがわかるが、実際はとばりにない刀剣も尾張徳川家に現存しているので、それ以上の村政が渡った可能性は、ゼロではない。これらの刀剣は、家康が没して二年後の現内四年十一月一日に、尾張藩士の立ち会い、見分の後、寸府城で、 終わり徳川家に引き渡され、名古屋城天守内で保管された。実際に、家康が存命中にこの内刀と脇差しを、大将一揃いで廃用したのかは確実ではないが、少なくとも、延京年間に作成された、終わり家の刀剣保存記録、御天守おこし物元町では、三番お長持ちに保管される刀剣として、村政五大将と、新祖。 家康の人揃いのお物として扱われている。なお、この元町では、この村政は、買い物にせいはず、右三番を長持ち、五道具傷物に、しかも五用二難勝立校、つまり、傷があるので、五用の役に立たない、潰し物にして廃棄すべき刀剣だ、と記されている。今ある村政の内刀は一見健全に見えるため、2013年の時点では、 家康の死後に広がった村政の妖刀伝説をはばかって記したのではないかと推測されていた。しかし、その後改めて見分してみると、内刀の表の腰のぎ筋から胸に添い傷を鳴らして修復した形跡があり、実際に傷者だったのが事実であることが判明している。当時は、 村政の内刀と脇差しで人揃いとみなされていたので、一方にでも傷があれば、御用の役に立たないと思われたのである。あくまで現実的な判断のもとであって、言い換えれば、妖刀伝説の風評被害の影響は1740年代には、まだ、尾張徳川家には、及んでいなかったことになる。一度は潰し物と判じられた、村政の内刀と脇差しだが、真相。 家康自身の遺産というのが重視されたためか、修復を受け、江戸時代を通じて保存された。村正は、実戦刀であって、刀の核といったものは、本来あまり高くなく、尾張徳川家に引き渡された時点では、下二くらいされているが、保管中に評価が上がったらしく、明治5年1月の刀剣目録、おこし物大帳では、この二振りは、 仁義霊知人の5段階の格付け打ち、ちょうど注意の霊格で記載されている。ここで、村政は潰し物にはせずに、道具、廃用、手当などの用途に活用されることが決定された。一道七度は、村政の策になる内刀で、関白、豊臣秀樹の哀悼と伝わる。今村長が、今村推しかたち書斎。秀樹自らが、この村政を奮い、 難度の高い、一の道の部位での人体一投両団の試し切りを七回も成功させたことから、表に、金蔵岩で、一道のなどの名が施された。秀樹切腹後、失勢の武藤長戸守が配慮したので、秀樹をしをんだ長戸守によって、裏に所持名、全関白秀デジより、武藤長戸守領が魅了のが、金蔵岩で施された。西郷も、 また、秘書洋館名で始まる五ことゼックの監修が刻まれた、村政の鉄線作りの担当を愛党としていた。この担当は、西郷の三男である昼次郎に伝わったもので、本阿弥郷村が、大正五年に、西郷の刃を調査した時に発見されたもので、ある。西郷隆盛は、村政の大将を所持していたが、内刀の方は幕末に流行った偽村政だった。 担当は本物で、本編構村の目利きでは、村政の中でも、傑作の部類に入るという。約7寸、諸葉作りで、胸の型でも切れるようになっていて、波紋は、具の目乱れで切っ先から折り返して、胸側もそのまま、幅木元まで続いている。この村政は、鉄線作り、つまり仕込み杖ならぬ、仕込み鉄線になっていて、ヒカリが聞いた話では、 若き日の最後を高森は常に、この村政を懐中していたという。鉄線には、親骨の一つに、秘守用官名称症、北風駅、もう一つに、平尾強し吉深海症寒水と、計二行で刻まれていた。字は、藤田東子に記号してもらったものであるに、東子を訪ねしと仰いでいる。死そのものは、秋尾の離反流の監視集聡明集にある五個と絶句である。 これはさらに元をたどれば、旗はじめ皇帝に立ち向かった古代中国の儀教、慶華が、自らの決死の意気込みを読んだ詩が、原点になっており、江戸幕府に立ち向かう西郷隆盛が慶華に自らを、なぞらえて、自分の持つ村政の担当を、慶華が始皇帝暗殺未遂事件に使用した、地図仕込みの合口に見立てたものである。郷村はもともと、 幕末の獅子が村政を愛用したなどというのも、妖刀伝説の一つに過ぎず、後世の不快だろうと疑っていた。しかし、本刀を見て、やはりさすがに偉いものだ。ここまでの執念がなければ大行はなせないのだ、と感銘を受けたという。伊勢国、戦士、村政、初代、脇差し一尺二寸三分、銅、二代、刀、二尺二寸六分。 こしらえは木ざししゅざやしらえつのぶちとうもくかんきん、むくぼたんに、やまどりしゆう、いしぐろまさひで罪名、かたなしゅざやしらえんかしらたいとり、こじりぎんだいやくもがたにかねあきくさのいろえ、ごようしん、ろ罪名、めぬききんだいのおふしょうふいくじのず、ぎんそせきしょくえ、ことぶきちょう罪名は、初代内閣総理大臣、伊藤博ひろみの裁判年の哀悼う。いとうはもともと、名として、 それなりに刀剣を所有してはいたものの、そこまで愛好家というわけではなかったが、明治40年夏、韓国から帰国後に、政財界のフィクサーで、愛刀家だった、杉山茂丸に、刀剣趣味を触発されて、島での2年間に、天下の名刀を多く収集していた。伊藤が刀に目覚めたというので、本阿弥林忠氏らがこぞって、名刀を持って押しかけたため、 二年しかなかったにも、かかわらず、伊藤の刀剣趣味は著しく向上した。秘書官の古谷久なによれば、伊藤は、特に、日本刀の歴史的側面に興味を持っていて、一本の刀も、無限の歴史を語ると古谷に話したことがあるという。伊藤が、この、村政の大将を入手した経緯も、やはり刀友の杉山である。もともと、 杉山茂丸は村政の傑作を入手しようとしていて96振りもの村政を見てきたのだがどれも元作加工台の村政で杉山の満足できる出来ではなかったそこに本阿弥林宮美が小ワオの名刀を売りつけに来たので断る口実で村政の上作なら買うと言った果たして林宮美は45日後に 村政の中でも最高傑作とされる大賞を持ってきたが、この時林雅が提示した価格を、杉山は有名作家の塔らしく、黄金を杉の霊倉間天狗の花の生き嵐の山と吹きすさみ、飛び立つほどの好もしさもあたごた顔によじ登る道、突き果ててと表現している。杉山は、代金後払いで、村政を手に入れたが、支払おうにも資金が足りず、 桂太郎公爵に、当の村政を質に入れて、借金をし、林宮日に代金を支払ったが、なかなか資金を調達できる目途は立たなかった。その頃、桂の妻や、その他の身内に病人が出て、誰かが、妖刀、村政のせいだというと、家中の皆が、村政のせいだと文句を言い始めたので、桂本人は伝説を信じていなかったが、困り果てて、 杉山に村正はとりあえず返すから早く借金を返済しろと催促している。後に杉山は橋本画法の絵を代価として借金を支払った。ある時杉山が元の持ち主のさらに前の持ち主である浅野坊を訪ねて由来を聞くとこの村正の由緒書,書には天命四年に佐野正子が若年より、 田沼をオともを切り捨てて、世直し大明神と、世間でもてはやされたとき、政子との差し量は人差をしただつなではなく実は、この村正だったとか、今日は3年に投稿、水心子正秀が、この、村正の写しを作ったことがあるとか、他にも色々と信じがたいことが書かれていたという。明治40年の暮れ、杉山が友人と酒を飲みながら、 この村政を干渉していると、突然、伊藤博文が現れた。驚く周囲をしとどめ、村政を見ると、ため息をついて、これは、珍しい名刀だ。世の最近の刀剣熱は皆知っているだろうが、この刀こそ、世が日頃から求めていた、村政である。この刀を持ち帰って、老後座ウの楽しみの備えにしたいから、譲ってはくれぬだろうか、と杉山に頼み込んだ。 この刀にふさわしい人が持つならば、と、杉山は一もにもなく了解した。伊藤は杉山に礼として香る書き、大幅、そして千五百金もの大量の金子を送ったが、杉山は金子を元として受け取らなかったので、伊藤は金子を、自分の護衛たちに気前よく分け与えた。伊藤は、公務で日韓を行き来する時も常に、村政を傾向し、杉山が、 韓国での伊藤の身を案じて、手紙を送ると、伊藤は、村政の刀が守る身だから大丈夫だと、返答してきた。明治42年10月26日、伊藤は、春瓶駅で暗殺された。春瓶訪問時に持参していたのは、村政ではなく大魔国行きの担当と、来国ぐの担当、泉守金貞の仕込み杖だった。杉山は、 愛盗の取材屋の村正さえあれば、結果は違ったかもしれないのに無念だ、としている。遺品の刀で、古谷久綱が特に上作としたものは28ぶりあり、村正三振、り、脇差し、文後国行平の立ち二振、り、備前三郎、国胸の刀、大間国行の担当、来国次ぐの担当、雪光、備前順慶長公、備前左近正言長公、則重。 国綱の太ち、安綱、来国光、正宗、貞宗等々があった。同盟で三振り所持したのは村正のみ、二振りも文後国行平、長江のみで、しかも杉山に頼み込んだ、村正の代償以外にも、さらに自分で担当一振りを購入したことが分かり、いかに伊藤が村正に傾倒していたかが読み取れる。関谷の元締めの一人の関金長。 タナゴバ原の採用など村政と作風が近い島田派の代表的投稿、島田スケムネ、末総集の春次、そして当時の刑を代表する名工で、槍や掘り物を得意した平安城長吉などとの合作等が現存し、これらの技術的交流関係は村政の作風とほぼ一致する。村正は妖刀として広く知られている。例えば、塔の説が、 江戸時代からすでに語り継がれてきた。現実には、家康自身が二振りの村政を子孫に残し、不代の重臣も、村政や村政から影響を受けた投稿の武器を使用するなど、村政は、三河武士に愛好された武器だった。家康自身やその家族が血を流した、などという話も、比較的信頼のおける資料があるのは、祖父清康が、 村生で家臣に殺された一件だけで、他は著者不明の書や偽書、あるいは死後100年以上後に書かれた書籍に登場する。祖父の殺害に用いられたのが村正だったのも、当時家臣には戦士派の武器が普及していたのだから、特に不思議な話ではない。まして家康が村正を禁じたなどというのは根拠のない俗説である。しかし、正法年間以降に書かれた儀書、 三河と風土期で、村政の作は、徳川三大不吉の闘争、直心売心に至るまで皆所有を禁止とされてしまう。この説が百年かけて1700年代後半までには、かなり広まり、徳川家以外にも災いをもたらす刀だとか、実は四大不吉の刀であるとか、噂に、尾ひれがついていく。1800年代になると、幕府の聖師、ゴミ機の付録に、 妖刀村正伝説が収録されるなど、権威もつけられていった。根拠がないにもかかわらず、一体なぜこれほどまでに、妖刀伝説が広まったのかについては、以下の説がある。妖刀伝説普及の過程で、家康と戦った、真田信繁、幕府転覆を図った、結衣小説、吉原で遊女を残殺した、佐野次郎左衛門、江戸城で殺傷事件を起こした。 松平劇など有名人も根拠なく村正の所有者とされるようになる。こうした結果、妖刀伝説は、ただの噂から倒幕の象徴の一つと化し、西郷隆盛や、有栖川の見当たる人新郎、三条、耳などが実際に所持していた。一方で、文化的な影響も大きく、幕末から、明治初期にかけて、歌舞伎、八幡祭り小餅好きにリやか、 カゴツルベ加害彗星、浮世絵、英明二十八周句の一枚、佐野二郎左衛門など、妖刀村正を題材にした傑作も生まれるようになった。以下、村正にまつわる有名な伝説を、天挙の、おおよその成立年の順序で示す。三河武士の愛悼村正村正は、徳川、領の三河に近い伊勢の刀工であり、 三河をはじめとする東海地方には戦士派や戦士派と交流があった投稿の数が多く、それらの刀剣を所持する者は徳川家臣団にも多かった。まず第一に、徳川家康自身が村政を所有していた。尾張徳川家は家康の形見として村政を伝承し、現在では徳川美術館に所蔵されている。 刀身に傷などない健全な保存状態で、な焼きの波紋が強烈な印象を与える一品である。このことから、徳川美術館は、徳川家康が村政を嫌ったのは、後世の創作、実際は家康は村政を好んでいた、と断言している。その他、徳川四天皇筆頭であった、坂井忠二の哀悼、諸説は、村政の皇帝、戦士昇進の作である。 同じく四天皇、本田忠勝の学やりにして、明治以降は天下三名僧の一つとも称される、影朗切れの作者、三河田原の文樹昇進は、村政と技術的交流があったとされ、あるいは同盟の戦士昇進との同一人物説もある。海音寺長五郎によると、吉川英二が宮本武蔵を連載しているときに、 散歩のついでに、吉川邸に立ち寄り、先客であった、岩崎康介という東京大学卒の鋼鉄の研究家から、妖刀伝説は嘘。昔は交通の便も悪いので近在の刀鍛冶から、買い求める。三河からすぐ近くの桑名で刀を打っていた村正から、買うのは自然だし、ましてよく切れる刀ならなおさら。今の小説家は、 九州の武士に、身のタンヤのものを刺させたり、甲州の武士に、波の平らを刺させたりしているが、そういうことは絶無ではないにせよ、稀であったと説かれている。こうして、三河武士にその切れ味を評価された村正と戦士派の、策は、三河以来の不代以外の武将にも用いられることとなった。鍋島品の守る勝重も、その一人で、いわゆる、妙法。 村政の中心の胸に、鍋神の銀像岩を入れるほど愛用しており、それが、小木藩鍋島氏に伝わっている。真田信重の兄、真田信之の家計松白藩真田氏には、村政の皇帝、正重の作が伝来していた。小牧、長久手の戦いでは、徳川方として活躍した、武将には支持も、村政から影響を受けた、投稿。 坂倉正俊作、岩戸や利を所持している。また、甲子屋はでは、福島正則が、自身の所蔵する、村生を家臣たちへ課し、その家臣たちは、三田藩に移っても、村正を、十代の家宝として伝えていたという話があり、当時村正が恩賞としての価値もあったことを推し量る、ことができる。原画 2>, 2年4月17日。 徳川家康公居。御参や筆頭である、尾張徳川家への遺品目録、寸布五分物の、五道具帳おこしもののとばりは、二振りの村政を記載する。徳川市創業史への登場への初期は、徳川市創業史が流行した時代で、村政と特に関わりがあるものに、三河物語と松平記がある。大久保忠敬の三河物語が、 最も古く、家康の祖父の清康が、家臣の八七郎に、村瀬で殺されたという話を載せている。信憑性について、三河物語は、自筆本が残存していることから偽書でなく、新作なのは確実であり、また、著者、忠敬の父、大久保忠和は、事件当時、清康に家臣として仕えていた。著者不明の松平木は、 家康の祖父が村政で死虐されたことに加えて、父の広田田が片目八谷という男に村政で刺されたことを記している。八谷伝説は文献ごとに大きく、違いがあり非常に錯綜している。三河物語、松平記も、日本の資料でよくあるようにただ使用された武器の投稿の名を出しただけに過ぎず、どちらの話でも、特に妖刀として扱われてはいない。 佐野美術館館長、渡辺太子は、三河武士は村政をこぞって入手しようとしたのだから、家康周辺の事件に村政が出てくるのに不思議はない、と説明している。妖刀、村政の丹造徳川家に災いをもたらす、妖刀としての村政を、はっきりと提示した、最初期の文献が、徳川氏創業史の一つ、三河跡風土記である。序文では、 慶長15年、犬山藩主、平井は近吉の筆と主張するが、事実は、儀書成立年代も、商法年間を遡れないと言われている。この書では、家康の祖父、父の災難に加えて、小田浦臭い長江府子が、関ヶ原の戦い後の論功交渉の時に、長江が、猛将、戸田勝成を撃破したという瞑想を家康に、壊れてみせたところ、 誤って家康が指に怪我をしてしまう場面が追加される。家康はこの鋭さは村政の策だろうと見抜き、裏臭い不死はこの槍を手放そうと言ったが、家康は特にその必要はないと返す。しかし、後になって、裏臭いは周囲から村政と家康の祖父、父との因縁を聞き、では、村政の策はご三大不吉の闘争なのかと言って、裏臭いが、 村正の槍をへし折り、以降、直進から陪進に至るまで皆、村正の所持を禁じることになった。それで村正は、廃れたのだと語られる。基本的には、この、三河跡風土記が、村正用途伝説の発祥、あるいは少なくとも、伝説を広めた当事者たちにはそういう意識があった。ようで、後に、自脳の著者、根岸安盛は、 村正伝説の正しさの根拠を、三河跡風土記に求めている。もっとも、三河跡風土記が広めたのは、必ずしも、負のイメージだけではなく、いい直政、本田忠勝領友が共担するほどの上作その鋭さだけで、家康も、かの戦士、村正の作家と言い当てるなど、武器としての出来栄えに匹敵する、ものなし、といったイメージも現れている。 三河後風土記の内容を早くも取り上げた一人が、当時、大日本史編纂のため歴史書を集めていた、徳川三国で、没後すぐの元六十四年に家臣が出した、逸話集、桃源維持によれば、真田信繁が家康を図書するため常に、村政の大将を帯びていたとして、三国は信繁を褒めたたえていたという。なお、現実に、 村正を大表一揃いで所有していたのは、家康の方である。通行一覧に引用される幕府の内部資料、広明日記以降では、官営11年に不正で切腹した長崎奉行、竹中主義義に対し、不可計の財産没収を執行してみると、村正24振りが発見されたことについて、当世、将軍から6をもらっている者は言うまでもなく、 バ審に至るまで村政は禁止であると指摘し、きっと、今は、廃れている、この不吉な刀を確保していたのは、幕府が滅べば値が上がると思ったからだろう。刑が切腹にまで重くなったのは天罰だと重吉を非難する文章がある。一方、重吉の事件について、新井白石、反官府では、今は、廃れている、この不吉な刀を確保していたのは、 幕府が滅べば値が上がると思ったからだという文が、外からの評価ではなく事件の劇中の言葉になっていて、そのためこれを、お上が聞き、重吉氏を深く避難してその場で中陸したとしている。ただし、白石自身は、誠なりしにやと疑いを挟んでいる。三河後風土記の主張にもかかわらず、実際は、刀剣取引場で、 村政がすぐに廃れたわけではなく、1700年頃までは、何の問題なく売買されていたことが、万事4年小判、元禄15年祭刊の当計書に、村政の取引における台付けが載っていることからわかる。村政の台付けは、代金1枚ほどと掲載されている中では、最低ランクだが、村政のように、 新しい投稿は表に入っている方が珍しく、泉守兼差だが、大金一枚五両ほど、平安城長吉が、大金一枚ほど、と、村正と、同時期の巨匠も、やはり同程度の大付けである。1700年を過ぎると徐々に浸透しつつあり、教法13年に書かれた、歴史書、落ち募集では、家康は、子供の頃に、 村政で怪我をした、また長男、信康の切腹の解釈に使われたのも、村政であるという新しい伝説が追加され、家康の祖父が村政で殺されたことと合わせて、村政の所持が禁止されてしまう。その禁止も、三河と風土記では、家臣の自発的な禁止だったのが、落ち募集では家康自らが村政を禁止したことになってしまっている。江戸庶民。 武士の間での妖刀伝説のルフ1700年代、後半、三河後風土記の完成から100年ほども経つと、写本の流通や内容のまたぎきで、妖刀伝説がかなり広まったと思われ、明和4年の川柳に、村正は闇討ちにする道具なりと歌われるなど、江戸の庶民や中級下級武士の間では周知の事実となり、内容も過激化していく。まず、 慶安太平記は慶安4年に幕府転覆計画で処刑された由衣小説を主人公とする実録小説で明和8年に禁書指定されているがその中で小説の愛党は村正とされている。天明6年頃に書かれた根岸シ盛の次郎第2巻では村正が 徳川家に不吉な刀なのはよく知られているとし、知人からのまたぎきで、三河後風土記の小田浦くいの伝説を記す。一方で、村正の刀は、徳川家のものだけにではなく、広く、一般にまがまがしいものだという噂があったことを、記している。村正は、ま宗むのもでし、村正も、その刀も狂気に、支配されており、村正の末裔も、不運続きで廃業。 村正の命を改ざんした商人の妻が、村政で自殺、などという噂があったという。しかも、鎮栄自身が噂の信奉者で、当時まだ流通していた村正を見て、これは、見事な刀だが悪い話があるから買うのをやめようと、召使いに指示したりしている。当時、村正の命の改ざんがあったのは事実で、現物が現存している。また、江戸時代初期までは、 家康の父は襲撃で死亡まではせず数年後に病死しているはずだったのに、1645年から1798年までに書かれた岡崎領主子記では襲撃で暗殺されたことになってしまう。文政6年、江戸城で松平劇が発狂、同僚3人を脇差しで殺した事件も、使われたのは村正だったという噂が世間では持ちきりだったという。 一方で、大名などの立場ある武士はやや冷静な目で見ており、平戸藩主松浦聖山は、劇の刀について、村政と赤派の両論兵器の立場を取っている。1825年頃、三田藩主、久喜高国が、聖山にした雑談でも、福島正則天法の時、三田藩に移ってきた者たちは、生息から賜ったという村政を今も相伝している。 そんな家が4から5屋もあって、どうしてだろうか、と話すが、不思議がるだけで避難などはしていない。艦船の書籍への混入天保8年、将軍、徳川家成の発議による、三河と風土記の改定、造法版、改正三河と風土記が、完成、鹿なる島市直が同省将,将軍に献上した。当時、幕府の聖死。 ゴミ機の編集主管も務めていたナルーシマ市職は、江戸時代を代表する歴史学者の一人で、史学のみならず和漢の膨大な古典籍に通じ、世上にも詳しく、後に徳川家吉の政治的ブレーンとしても活躍し、さらに和歌も物書きも得意とした、博覧狂気の人であった。その学者としての力量は、海星三河と風土機にも遺憾なく発揮され、 多数の間違いがあると見抜いている。ただし、原則としては、改正三河後風土記はあくまで、三河後風土記の改定、造歩という立場だったので、村正の逸話は削るわけにもいかずそのまま残されたほか、新たに、落ち募集、柏崎物語と類似の家康長男の解釈に、使われたのが村正というエピソードが追加されたので、感染のお墨付きなのに、 妖刀伝説という点についてはかえって混迷を深めることになってしまった。今まで出たすべての村政伝説を並べた結果、海星三河と風土記の村政は、徳川や四大不吉の投稿ということになる。さらに、天保十四年十二月、正史ゴミ記の徳川家康の辞責を記した部では、本文では、村政の記述が抜かれているが、付録には、 柏崎物語の家康が、直々に村政の所持を禁じたという話が転載されてしまう。倒幕の象徴をこのように村政が徳川将軍家にあだなす妖刀であるという伝説は、当の幕府自身も含めて、幕末の頃には完全に定着していた。1854年から維新の志士の一人、岡谷茂美は名称原稿録を書き始め、 この中の真田幸村伝で、幸村は村政を常に対等していたと、三戸光国が褒めていたという文章が、桃源維持から引用されるなど、倒幕の刀としての村政が意識されていたことが、わかる。このため徳川家と対立する、立場の者には逆に、縁起物の刀として沈徴され、西郷隆盛をはじめ、倒幕派の志士の多くが競って、村政を求めたという、 急な需要増加のため、市場には多数の村政の偽物が出回ることになった。また、有栖川の見当たる人新郎も本来は、新郎が持つ核ではない村政を所持していた。三条耳も多彩普天満宮に、村政の担当を奉納し、王政復古の大願成就を祈願している。本闇高村が、西郷隆盛の遺品を調査したところ、流星は、 鉄線仕込みの村政の担当を所持しており、鉄線の親骨には、秘守用感名称々、北風紀、平尾総志神会昇官水という詩が刻まれていた。古代中国の強格経過が、地図に隠した合口ただ一口だけを手に少々と風が、鳴る冷たい川を渡り、旗始皇帝暗殺の旅、吹きの旅へと出る前に銀じた詩のオマージュと思われ、 流星の気概を感じることができる。たる人新王も流星も江戸向け使い上の律、役者である。最後まで村政は徳川家に仇をなしたのか、という西日本新聞記者の問いに渡辺太子は、むしろ新王の村政は徳川家と江戸の人々を守ったのではないか、と答えている。歌舞伎、浮世絵 その他創作でのブーム月岡義俊佐野二郎左衛門の話、1886年。また、妖刀伝説は、文化的な貢献もあった。1860年、二代目、川竹新七作、八幡祭り小餅月にぎやかは、妖刀村政を舞台装置として使って、秘伝、悲劇を演出し、初期の木網を代表する傑作と言われている。 1866年から1867年にかけて、浮世絵師、落合義幾は、月岡義都市と共に無残絵の傑作、英明28周句を発表。1720年頃に、佐野次郎左衛門が、吉原の遊女八橋を刺殺した事件の歌舞伎家が、再燃していたのを受け、佐野次郎左衛門と、妖刀村正を結びつけて、一刀伊勢村正その身にたたる。 殺人と、首の血煙水もためぬカゴツルべ百人切れと書いた。吉井区に触発されたのか、共作者の吉とも1886年に、佐野二郎左衛門の話を描いている。維新後の1888年には三代目、川竹新七が、妖刀村正と佐野二郎左衛門の百人切り伝説をテーマにした歌舞伎、カゴツルべ加害彗星を発表。 初代、市川佐段次郎の熱演と共に、明治紀世はものの代表作と言われるほどの絶賛を受けた。明治時代で最も有名な大英帝国の日本、研究者の一人、バジル・ホール・チェンバレンは、1890年初版発行の、自転シングス・ジャパニーズで、日本の四大投稿の一人が、村政だが、村政の歯は不吉と言われていたという説を紹介し、用途を。 村政の伝説は海外にも伝わっていった。三河物語旗本、大久保忠敬の自伝、三河物語では、家康の祖父康が、家臣の安倍安七郎によって、戦後の刀にて殺され、その結果として、森山崩れという惨事が起きたという描写がある。ただし、ここではあくまで武器の投稿の名を淡々と記したに、 過ぎず、村政がことさら用途扱いされているわけではない。他の箇所に村政は登場しない。家康の父は病死であり、長男の信康が信長の命令で切腹させられた、時の剣士は、天方や城次郎と、服部半蔵だが村政が使われたという話はなく、関ヶ原の戦いの後の小田浦臭との会話もない。なお、同書に登場する。 もう一人の投稿の名前は、長吉である。家康配下の猛将、八谷定治が、永六六年の三河一向一期では家康を裏切って一期側に回り、長吉の槍を使って松平金助を突殺するなど家康の軍を大いに苦しめている。ただし、家康が視界に入った場合はすぐに逃げ出して、家康本人には絶対に攻撃を仕掛けなかったという。 松平木概要江戸時代初期に書かれて広く書写され、明治30年に、坪井久米蔵と、草坂博ろの皇帝で、皇帝松平木として出版された書。現存最古の写本は、元六元年で、坪井久米蔵と、草坂博ろは、成立年代を、慶長年間とするが、新行の利和は、内容から見て、成立年代は、島原の乱が鎮圧された。 関係15年後ではないかとしている。家康の祖父清康と村正の関係は、三河物語と近く、安治郎の差し量が、二尺七寸の村正と、サイズが判明していることを除けば、村正で背後から清康を殺し、その後に、上村新六郎が正と世を中殺する流れは、同じである。この書で初めて、 家康の父の松平広忠が八谷という男に、村正の脇差しで突き刺され、上村新六郎が八谷を中殺するという逸話が登場する。なお、広忠は刺されはしたものの致命傷には至っていない。松平家は、著者も正確な成立時期も不明な上に、下手人が、祖父殺害は、八七郎で次の父襲撃は、八夜、どちらも狂気が村正。 どちらも成敗に関わるのが、上村新六郎という武士、などこれが、本当に事実ならば不可解な一致を見せている。八夜の逸話はそもそも、三河物語では、一切触れられていない上に、各種の文献で主張することが一致する方が珍しく、まとめると、生は、岩章、浅い、八夜、通称は岩章、名は蜂屋、または八八、あるいは、 や八郎という男が、天文十四年、あるいは十五年、十六年、または十八年か十九年に、手記から、もしくは個人的な恨みから、あるいは敵と通じて、広忠を刺したが広忠は継承だった、または即死したので、上村新六郎が単独で、または、松平信高と共闘して、成敗した、あるいは拘束して、権技の上で処刑したということになる。 原文この蔵人伝は、五一門の似ても、中節の人にて去年片目八夜と運者、広市中央、村正の脇差しにて特攻特ともに、けさるこうそこな日早々に来るところを、上村新六出身に出るとてぜに、出会いく見彫りの中へ、頃日入港ところに蔵人との走りよりありにて、月多毛に話せ、上村と、ひ行ょこうとも話しふさる大事のやつにて、 ご座皇がとうともに特急へと去るさて、八夜は、とっ殺し上村は、巧妙いたし、御感情をしたの対この蔵人殿は、御一門の中でも、中節の人であらせられる。去年、片目八夜という者が広忠を、村正の脇差しでついて逃げ出した。突き損なって、駆け足に逃げてくるところを、ちょうど、上村新六郎が出資に出てきたので、出会い頭にとっくみ合い。 堀の中に転び入った。そこに、倉人殿が駆け寄り、槍で突こうとして、話せ上村、とおっしゃったが、話しませんとも、こいつは手強い奴ですから、私ごとお付きくださいと申し上げた。それならばと八夜を、お付き殺しになった。上村は巧妙になり、ご感情を賜った。三河後風土器、三河後風土器は、徳川市創業史の一つで、 序文では、慶長15年に、平井は近吉自らが表した作とするが、実際は、昇法年間より後に、正体不明の人物によって書かれたもの、つまり、偽書である。しかし、江戸時代には、ケにある書籍として広く筆者されて読まれ、完成の改革の一環で、完成5年、孔男子が辻で、三河跡風土記を読むことを禁じられるなど、幕府からも申請しされていた。 この書の第38巻にある、忠義教、し直政う、いな出村政の作刀不要後頭家事で、村政が徳川家の家中で禁じられるようになったという話が物語られる。関ヶ原の戦いが終わったその同日、諸将が集まる中で、家康が、小田浦臭い、長考府氏の働きをねぎらって、その部名は、ひるいないと褒めたたえた。浦臭いはかしこまって、 この老人目には似合わない無鉄砲さでおかしいでしょうが、まあ老後の良い思い出にはなるだろうと思って敵陣に突進したまでにございますと答えた。ここで、いい直政と、本田忠勝が家康に申し上げて、裏臭い不死は、西軍切手の猛将、戸田勝成と力戦し、特に長江は、戸田の兜を、左から、右の方へ突貫したが、 その槍はいささかも箱ぼれしなかった、巧妙な槍といえども類いまれなことに存じます、と述べた。家康は漢字入って、まさにその通り、家宝とすべきだろう、試しにその槍を見せてくれないか、と言って持ってこさせたが、家康は槍を取り落としてしまい、指を少し切って血が流れたので、長松不節は驚いて困惑した。家康は、恐ろしい破禁の鋭さ。 これを鍛えたのは尋常の単野氏ではないのだろう。まさか戦士、村政の策ではあるまいか、と問う。裏臭いは、まさしく、村政の策、名もございますと答える。家康がしばらく黙っていたので、裏臭い腐詩は以降この槍を所持しないことを根性した。家康は微笑して、夢その儀に及びましと釈明し、それから、まさに今回も、村政の策かと言った。 裏臭い不死は退席してからも不思議に思ったので、いい。本田に死祭を尋ねると、家康の祖父清康が、家臣の安倍正といに、村正の、太刀で殺されて、森山崩れとなった話や、家康の父の松平広忠も、岩松八也という右目が見えない不大の家臣で、豪傑の者が、酒教して、村正の、脇差しで広忠の股をついたので、八夜を、 植村新六郎が中殺したという話などを語る。裏草井はこれを聞いて、しからば、村正の策は、後三大不吉の闘争なのか、家康公に味方する者は、村正の策を用いるべきではない、と、いい、本田の目の前で槍を、骨ッみミジにへし折ってしまった。村正の策は、徳川屋後三大不慮の災難があるから、関ヶ原の合戦以降、御家人は言う。 及ばずその売信に至るまで固く禁じて所持しなかったので上作ではあるけれども自然と廃れたのである以上の物語の最後では村政の所持を航空禁してと誰かが禁じたような文面になっているが家康自身はそうする必要は全くないと答えているので家中が自発的に禁じたということになる他の村政伝説については 家康の父の広忠は村正で刺されはしたものの死亡までには至っていない。家康長男の信康が切腹させられた時の剣士役は大久保忠世ただ一人になっていて村正で解釈云々の話もない。なお、自然な流れで気づきにくいが、裏臭いが勝手に粉々に破壊したこの村正の槍は自分の持ち物ではなく息子の長考のものである。 通行一覧に引く、広明日記替え6年、林副祭らが、幕名により編纂した、外交資料集、通行一覧第139巻には、長崎武行の竹中うねめせいが、平野や、サブローエの訴えでによって取り調べられ、四局の角で、官営10年に切腹を命じられ、翌年に切腹が執行されて死亡したことが、記述されている。 この事件の中でも一番詳しいのが、広明日記からの引用である。広明日記は、官営元年初から明暦三年末までの事件に、関連する記事の引用集として、幕府内部で作られた資料で、編者不明、編集時期不明である。この記事によれば、うねめせ切腹課内結書、つまり重げ氏の切腹が決定した後に不可計として、結書執行し、 その屋敷を調査したところ、おびただしい金銀財宝が見つかっただけでなく、村正の脇差しを24差所蔵していたことが発覚したという。広明日記の著者は、さて、そもそも村正は後藤家三大遊布吉の例であり、売信に至るまで厳しく所持を禁じていたのに、重吉が多数所持していたのはなぜか、思うに、 重吉は上作なのに現在廃れている村政の刀が徳川の世ではなくなれば高く売れるであろうと考えたために村政を多数保持していたのだ。極悪非道と言っても過言ではない。これらの刀、脇差しがなければもしかしたら遠藤であっただろうか。だが悪が深いことにより切腹となったのだとしている。しかし、万事四年初半 元禄十五年再刊の統計書に村政の取引における標準科学が掲載されているから1633年前後に平時での売買のために村政を多数所持していたとしても特に不思議はない。また事件は1633年から1634年にかけて発生したはずだが記事の著者の言葉遣いは1648年以降に 書かれたと言われている、三河と風土記と似通っている。広明日記が引用する記事と同様の話題と非難が、五三木の、太陽院伝後、三木二24官営11年2月22条に、引く、君臣弦稿録にもある。君臣弦稿録は、瞳武道が主となって編集し、その死後も編集が続けられ、1730年頃に、完成した、弦稿録。 歴史書だが、広明日記の記事とどちらが先行するのかは不明。桃源院時概要、桃源院時は、元禄14年12月に、水戸藩の家臣三木の三木らによって、徳川三国の死後すぐに編集された、三国の伝記、逸話集。この中に、真田信重が村政を所持していたという話が、登場する。三国は、真田信奈は、 東章君を宿敵とみなしてから、常に戦士、村政の大将を手放さなかった。村政は、徳川家不吉の刀と聞いて、東章君を重伏する意図があったのだと聞く。武士とは、このように、常日頃から、このようなことにまで忠義に心を尽くすものだと、称賛していたという名を、現実に、村政を大将で所持していたのは、信繁ではなく、家康である。 原文一、西山公、お話の次に仰せられ公は、真田左衛門左心なお、雪村と岩子、なりは、東昇君へご敵対塚祭り候をはじめより戦士、村政の大将を常に身を離さず差し公よし。そのゆえは、村政の道具は、遠いへ下手乗り公と申す説を、心なお聞き候て、遠いへ長仏の心にいてのことなり。したる者は平勢か用のことにも、 忠義を含み、真田がごとく心を尽くし工事、優におぼしめしこう。反感府、荒井白石が表した歴史書。反感府にも通行一覧に引く広明日記と同様、長崎奉行、竹中重吉氏の不正事件と村政の関係が言及される。白石の伝える話では、まず重吉氏の財産を席没したところ、 生まれる刀の村政を秘蔵していたことが発覚する。そして、ゆえあって、現在は生まれて廃れている村政の刀が、徳川の世ではなくなれば、高く売れるであろうと考えたために、村政を多数保持していたのだとされ、村政所持と、その所持理由が、言語道断であるとして、その場で中立される。広明日記では、記事のコメントとして、思うに、 というわけで、村政を多数保持していたのだろう、という話だったのに、反感府では、いつの間にかそれが、事件の中の言葉になっている。また、広明日記では、切腹刑を宣告されてから、村政の所持が発覚したのに、反感府では村政を悪辣な理由で所持していたことが、中立の理由になっており、伝説の度合いが増している。ただし、白石の伝説でも、 村政を不敬な理由で集めていたから、中立させられたのであって、村政の所持自体は禁じられていない。また、幕府の方にも通じていた、白石自身は、自分で書いていて、さすがに変な話だと思ったのか、誠なり死にやと評している。落ち母江戸時代の標法家大道寺、友山茂助が、教法13年に表した、家康の時代の変年体の歴史書。 落ち募集にも村政は登場する。この書で、家康の長男、松平信康の解釈に村政が使われたという記述がある。落ち募集より後に出された、ゴミ気に引く、柏崎物語と比べると、天方が高野さんに陰遁した後に、結城秀康に召し抱えられるなど、細かい違いはあるが、村政伝説に関する限りは、 カシワザキ物語とおおよそ同じなため、詳細はゴミ機に引くカシワザキ物語を参照のこと。ただし、カシワザキ物語との最も大きな違いとして、この物語を友山が若い頃にとある老人から直に聞いた話としている。また、相当隔たりのある昔のことだから、真偽を図るのは難しいが、ひとまず自分が聞いたことを記した。 と評している。地能の,の地に、気さくな人柄の南町奉行として、江戸の人気者になる、ネギシアは、随筆、地能第2巻で、村政の妖刀伝説を紹介している。なお、この巻は、佐渡奉行在任中の天明6年頃に書かれたようで、ある。まず、村政が後藤家での使用を禁止されたのは、三河物語や、三河後古時に詳しく、 世間にも知られているところだがと前置きした上で、陣営自身は読んだことがないらしく、それらを蔵書に持っている知人からのまたぎきで、前述の三河と風土記の裏臭いの説話を記している。しかし、原本では、関ヶ原の戦いの直後だったのが、陣営の話では、南ンバ五人かあるいはそれ以前と曖昧になっており、長高やかつなりは話題に出ず、裏臭いが、 名称不明の武士の首を家康の前に持参したことになっている。また、裏いが村正だと答えた後、家康の必要は全くないというセリフは省かれて、家来が村正は後藤家に不吉であると述べて、裏いが村正を破棄するシーンにつながるので、あたかも家康自身が村正禁止を推進したかのような印象を与える。さらに、 徳川家にあだなす刀というイメージだけではなく、後藤家実婚のものに限らず怪我いた志向と、広く、災いをもたらす妖刀としての噂話があったことを、記している。特に、などという話を載せている。その上、陳栄自身がこの噂話を信じていて、佐渡奉行在任中、召使いが、中古の村政を買おうかどうか陳栄に店に来たとき、それを見て、 極めて見事で出来栄えは好ましいが、たたりがあるから、絶対に買うべきではないと念を押して忠告したことを、記すなど、周囲に、妖刀伝説を広めていた。当時人気を博した、自能全十巻の中でも、第一巻と第二巻は特に筆者されたことが多かったらしく、陳永は、妖刀伝説の普及に、一定の寄与をしたと見られる。ゴミ機に引く、柏崎物語、 概要天保14年12月に小本が完成した、江戸幕府の公式史書、ゴミキ東照宮ゴミキ付録館さんは、柏崎物語を引用して、徳川家と村政の因縁を説明している。柏崎物語は旗元、野瀬一衛が浪人、柏崎三郎衛門の語る伝承を書き写したものを、天明七年に、 旗本三橋西方が平易な文体に上書したもので、写本が内閣文庫に残る。したがって、柏崎物語は、家康存明時からかけ離れた時代の資料であり、その上、この後は五差資料のに、村政の作あらば、皆主者よと、行付けられしとぞなど、事実とは矛盾する記述が含まれている。しかし、遅くとも1787年頃までには、 村政伝説が形成され、それが幕府直進にまで伝わっていたこと。江戸最末期には幕府の士官にも一定の影響力を持っていたことが確認できる。なお、教法13年に書かれた落ち募集にもほぼ同じ話が載っているが、柏崎物語との関係は不明。原文以下、定本は経済雑誌社版。レイアウト調整のための空白は字で示してある。 原文ママは、経済雑誌社版にはなく、本校で付け加えたものである。三度の二股にてご障害ありしとき。詩として、渡辺半蔵、守る綱。天方山城守る通り境を、剣は去る。二人帰りきて。三度の終わりに望みごいたく言う仕事と,ともなく、根性しければ、君なんと千不胸もなく。 午前伺外交の屋からはいずれも涙流して石。二。本田忠勝榊原康政の両人は、こらえかねて声を植えて泣き出たせしとぞ。その後山城上へ。今度二股にて御解釈尺おせしは兆しは、垂れが咲くなりと拾ったまえば。戦士村政と申す。君聞こしめし、さて怪しきことはもる。原文まま、ものなり。その神備衆森山にて。 安倍屋七が清康君を害し立て祭りし刀も村政が作なり。我幼年の日するガグが先にて、小刃もて、手に傷つけしも村政なり。小旅山次郎が、佐天も、同作という。いかにして、この作の遠い絵に差の張ることかな。この後は御察資料のに、村政の作あらば。皆主者よと、行つけられしとぞ。初判蔵は三度の御時祭の、 よう見たて祭りて覚えず、ふるい出て立ち取ることはたはず。山城見かねて、小川より解釈したて祭る。光年くんごくさ話の檻に。半蔵はかねて豪のものなるが。さすが主のこの小淵には腰を抜かせしと戦費しよう。山城守る受けたまわり伝えてひそかに思うようは。半蔵がしかねしをこの山城が手にかけて、だたて祭りしという手は。 君のご心中いかならんと思い過ごして、これより世の中なんとなく物浮く山りけん。遠江を立ち去り高の山にいるて、遁聖の身となりしとぞ。大井三郎殿が、二股城でご自害なさることが決まった時、剣士として、渡辺半蔵守綱と、天方山城守通り橋が使わされた。二人が帰ってきて、三郎殿が最後に望んでご遺言なさったこと等、 なくなく申し伝えたので、君は、なんとおっしゃることもできなかった。その場にいた家臣たちは皆、涙を流し、本田忠勝と、榊木原康政の両人は、こらえかねて声を上げて泣き出したという。その後、山城守に、今回二股城で解釈に使用した脇差しは、誰の作家とお尋ねなさったので、戦士村政だと申し上げた。君はこれを、 お聞きになると、一体きっかいで非道なこともあるものだ。その昔、安部屋七が、千君清康を、美衆森山で侵虐した刀も、村政の作である。私が、幼年の頃駿河宮ヶ崎で小刀によって手を、傷つけたのも、村政である。今回、山城の脇差しも、同じ作だという。なんともいやはや、この作が、当家に触りをもたらすことよ。今後は、 徳川家所有の刀剣のうちに、村政の柵があれば皆取り捨てようと、ご明示になったという。はじめ半蔵は、三郎殿のご自陣の様子を見ると、思いもよらず、体が震い出して、太刀を取ることができなかった。それを、山城守が見かねて、小川から解釈申し上げた。後年、君はご雑談の折に、半蔵は兼ねてより豪郷のものであるが、 さすがに、主のこの小淵には腰を抜かしたのだなぁとおっしゃったのを、山城守が伝え聞いて密かに思うことには、半蔵がためらったものをこの山城が手にかけて解釈、申し上げたとあっては、我が君のご心中は、いかばかりかと心に絶え間なく、のしかかり、それから、属世の何もかもが物うくなったのであろうか、徳川家を立ち去って、高野さんに入山し、 出家して仏門に入ったという。岡崎領主古記。岡崎領主古記は、岡崎城領主についての年代記で、現存最古の写本は、完成10年。それまでの記録と決定的に違っているのが、家康の父の広田だが、縁側で、お給をしているところに、佐久間なる人物からの密命を受けた固め、八八なる人物に暗殺されることである。ただし、 犯行の狂気が村政であるかどうかは記されていない。本記事の他の資料、三河物語、松平記、三河後風土記、改正三河後風土記、五十記に加え、武徳大正記でも、家康の父の死を殺害とはしていない。無本による暗殺説は、岡崎領主子記等の一部の説である。講師屋は、 松浦聖山の随筆、甲子屋はにも、村政の話題は取り上げられている。第42巻は、千代田の人情座汰のことを載せている。文政6年4月22日、御書院版、松平劇が、同僚3人を、殺害、二人に傷を負わせた後に自害する。狂気は脇差しで、同僚のうち数とはたった一頭で耳元から、 あばら骨まで斜めに切り裂かれて即死するなどの恐ろしい切れ味だったらしい。聖山は、その脇差しは村正だった。世間は言う。このタンヤはご当家に不吉であると。叱るに、また、こういうことが起きるのも不思議だとコメントしている。一方、別説として、脇差しは村正ではなく、一尺三寸の関田平蔵だった、という説も併記している。 第62巻では、ある年、三鷹が訪ねてきて生産と雑談するに、家臣の中に、福島正則の天保の時、三田藩に移ってきた者たちが4、家から5かほどいるのだが、これらの家は皆生息から賜ったという村正を、所持している。何かなるゆえにやと話している。しかし、村正の所持について不思議に思いつつも避難はしていない。改正三河と風土記。 改正三河後風土記は、将軍、徳川家成の命令で、三河後風土記を、幕府の鹿官なる島市直が膨大な資料で、皇帝増保し、天保八年に将軍に献上したもの。三河後風土記からの村政伝説はそのまま、残っていて、さらに、信康解釈の説話も追加されている。それまで出ていたすべての逸話を採用した結果、四大不吉の、 刀になってしまっている。第5巻での、家康の祖父、清康殺害も他の書とほぼ同じ、安倍正人よに、戦士、村正の刀で、背後から切られ、右の肩から、左の脇までただ一刀で両断だった。第6巻では、天文14年4月、広田田が、岩松八夜に、何の司祭もなく突然、村正の脇差しで疲れ。 上村新六郎と松平光勢に成敗される。諸将は八夜が強行に至った理由を考えるが、無本の兆候も特に見られず、酒で酔ったせいだろうと結論づけた。また、広忠は、この件で死亡せず、死因については、前年からの病の末、天文18年に病死したとしている。第16巻での家康の息子、信康切腹の段では、 原点の、三河後風土記になかった、村政解釈伝説が付け加えられる。剣士駅は、服部半蔵と、天方山城守通慶が選ばれる。半蔵が解釈できず、山城守が、村政で解釈、後に家康の言葉を聞いて、山城守が、高野さんに出家する部分はほぼ、落ち募集、柏崎物語を踏襲している。 ただし、後の関ヶ原の戦い後の裏臭い登場の説話と、整合性を合わせるためか、この時点では村正が禁止になったという話は、出てこない。また、山城守は、そうとなった後に、結城秀康に仕えたとしている。第39巻の、関ヶ原の戦いが終わったその日の本陣三越についてはおおよそ、三河後風土器そのままだが、といった違いがある。 ゴミキ天保4年12月に完成した幕府の公式史書、ゴミキは付録資料に村政伝説の出所の一つと思われる柏崎物語を掲載するが、本文そのものに村政は登場しない。祖父清安殺害事件、父広忠一つ事件、長男信康自害べてで村政は言及されていない。また、 関ヶ原の戦いの後に、小田浦臭い不死が称賛される記述もない。名将原稿録幕末から維新の頃にかけて書かれ、明治2年に完成した、岡谷茂美名将原稿録の第40巻は、戦国時代の一部将、真田信繁ではない、日本の武士の理想像としての真田幸村を描いている。この巻では、 雪村伝いの本文が終わった後に、家康の孫である、徳川光国からの真田雪村への評価が引用され、雪村は真相宿敵とみなし、常に村正を帯びていた。村正は、徳川家不吉の刀だから、真相を重伏する意図があったのだと聞く。武士とは、このように、常日頃から心を尽くすこそ、誠の家臣と言うべきだと雪村を称賛している。しかし、 本文では、1614年、大阪冬の陣のため大阪城に馳せ散じる途中の、雪村が、刀として正宗、脇差しとして、定宗を指している描写が出てくるので、本文と三国の称賛で矛盾が生じている。なお、この書では、雪村は、大阪夏の陣で、家康に対し刀を投擲していないので、村正を投げつけたという逸話の出所をこの本に求める。 ことはできない。シングス・ジャパニーズ・バジル、ホール・チェンバレンは、日本に関する自転シングス・ジャパニーズで、日本の刀剣について、英語圏の人々に紹介をしているが、そこに村正は、不吉な刀であるという話が含まれている。古代日本の刀剣は、重量のある諸刃の時期剣で、3フィートほどもあり、両手持ちで振り回す用途に使われていた。中世と現代の刀剣は、 より軽く、より短く、片刃で、切っ先に向けて、やや、カーブを描いている。脇差しというのものあって、これは9.5インチほどの短剣で、腹切りに使われるのは、この種のものである。日本の剣クミのうち最も有名な4人は、宗地下、正宗と吉光、そして、村正である。だが、村正の歯は不吉という評判があった。 15世紀の終わり頃に向けて、金属工芸家の諸派が現れて、柄や粒、鞘や、その他の付属装備に、収集家に喜ばれるような装飾を施すようになった。しかし、日本の通人にとって、最大の宝は常に刀身そのものであって、それは、侍の魂の権限と呼ばれてきたのである。 吉原百人残伝説教法年間の頃の佐野、次郎左衛門という殺人犯も、村政伝説に関わる一人である。この男が、吉原の八橋という友女を殺した事件が、後世に妖刀、カつ鶴べを使った吉原百人斬りと、脚色されるようになった。三田村縁魚は、この吉原百人斬り事件を交渉し、法暦年間に、馬場文庫が表した。 近世江戸著文集に、この時の刀は、国密作であったとしている。初期は、完成9年3月に初演された、初代、並木五平作の歌舞伎狂言、聖老子五教があり、当時としては、新しい趣向を、いろいろと凝らしたために、聖教で、妖刀などは出ない、コメディータッチであり、途中意を曲折はあるが、誰も死なない、大断言で終わる。次に、 文化十二年、四世、鶴屋南北の歌舞伎狂言、柿翼炎色紫で、悲劇として取り上げられたが、この時は、まだ殺人数も少なく、獲物も村生ではなく二軸二に歳だった。ところが、慶応三年、浮世絵師、落合吉幾は、栄明二十八周区で、佐野次郎左衛門を題材にし、聞き迫る、無残絵に添えて、一頭伊勢村生その身にたたる。 殺人と首の血煙水もためぬカゴツルベ百人切れ等と、記したさらに、明治21年には、三代目、川竹新七によって、カゴツルベ加害彗星が作られたが、これにも作中に、カゴツルベの異名を持つ妖刀村政が登場。魔力を持つ妖刀村政での虐殺、そこに至るまでの醜い田舎者の悲哀などが共感を生み、初代、 市川佐団次らの名演技もあって、明治期世はものの代表作と言われるほどの絶賛を受けた。唯衣小説と村政慶安4年に、幕府転覆計画が露見して処刑された唯衣小説が、この村政を所持していたという説があるが、これは著者不明、年代不明の実録小説、慶安太平記等に由来する創作である。この小説は、 名は8年の禁書目録に載っているなど、幕府から長く出版を禁止されていたが、幕府に不満を持つ読者の手で写本されて読み継がれてきた小説である。明治以降は、活字で絵本系安泰兵器というものも出た。本によって内容が少しずつ違い、写本版の頃から村政は登場するが、以下は絵本系安泰兵器の概要。 唯い小説の仲間の柴田三郎兵衛は、小説が名刀を求めていることを知り、白鞘屋に、東四郎義満と書きつけてある刀を小説に捧げる。小説は、藤四郎吉子では不満だったらしく遠慮したので、その翌日、柴田は別の仮想伝来の刀を持ってきた。中身を見てみると、青江村正の名が入った名刀、氷のごとく恐ろしく鋭い刀だった。 吉光の刀は、かつて家康が自害しようとしたとき、野源は切れるのになぜか自分の肉に刀が刺さらず、自害を止め、結果として天下人になれたという徳川家を祝福する武器である。青江村政の刀は、かつて家康が手を滑らせて血を流してしまった徳川家の呪いの武器である。吉光を取るか、村政を取るかで、柴田は、 小説の中にある徳川家への敵意が本物であるか、どうか試したのであり、小説は、柴田の最地に深く感じった。青江村政の名前の由来は不明だが、松平家では、岩松八也が家康の父、広忠を、村生で刺す場面の直前に、松平中二を討ち取った、鳥居久兵が中寺の青江の刀をその子の松平、影忠に形見として返す場面がある。 その他、川柳評判句号小薬名は四年桜マイナスさんに、村正は闇打ちにする道具なりという川柳があり、この頃村正は暗殺に適した刀だという世評があったことがわかる。万延元年には、妖刀、村正に物語の重要な役どころを合わせた二代目、川竹新七作の、八和田祭小餅きにぎやかが所演され、特に文学的な香りでは、 あとの、カゴツルベカガイ星より、はるかに上なこともあり、大評判を博した。これは、文化4年に、深川の永代教が崩落した事件と、文政元年の深川芸者殺人事件を取材にしたもので、妖刀、村政の魔力で、主人公が逆上して、恋人を含む、多数の人を殺害するシーンがある。ありがとうございます。